この動画を見てると、好きな子に告白して振られて1回で諦めた青春時代の自分に横浜 FC くらいのしつこさも大事なんだと教えてあげたいと思いました。そうだよ、恋愛とオファーは連打です。ちなみにロペスは、告白されたことも告白したこともありません。これだけ横浜 FC からオファーが来るのに、以前所属した鹿島からオファーが一切来ないあたり、本当に藤崎ロペスはもう用済みなんだなと悲しい現実を突きつけられている感じがして、ぐん。逆になんで鹿島はさ、一回オファーをしてきて獲得までして、まあまあ活躍したのに放出したん、なんでな。インターンで初めて花子がねいに行きましたが、すごい雪でした。しかも帰りに都心を通りましたが、雪は一切なく様子が変わりすぎてビビりました。はい、何の話してますか。岐阜県出身 Y、 地元クラブがロペス率いる栃木 FC をシーズンダブルして歓喜。なんか岐阜強いって、元気さんが強いんです。何なんですか元気さん、マジで。最近楽しく見させてもらっています。この動画を見て旅行先が栃木になりました。ありがとうございます。素晴らしい。栃木の行政の皆さん、ロペスをぜひ観光伝道師にお願いします。オファーの返事を期限切れにすれば数も減るんじゃない。あ、すぐオファー断らずに放置しておけばいいってことですか。あ、名探偵います、ここに。早くウエストランドとコラボ。320万円スーパーサンクス、ありがとうございます。井口さんはもう忙しくて私に構ってる暇ないです。多分もう M1 も優勝したし、ドズルさんとかとコラボするレベルだと思います。もう井口さんはおそらく全国に70人しかいない筆巻さん、そのうちの一人がうちのクラスにいます。彼の名前が呼ばれるたびにロペが頭に思い浮かびます。どうしてくれるんですか。マジ、あ、謝っといてください。ロペスが栃木を J1 に導いて伝説になるんだよ。これすごいでしょ。風呂上がりでこの髪の毛です。どうなってますこれ。栃木4位、仙台3位、その勝ち点なんと4。全然ある、あれあれあるしかない、あるしかない。ちなみに J1 の順位どうなってますか。ヴェルディ降格とかしない、ヴェルディ強い、ヴェルディ行きたい気持ちもある。ゴールランキング、難波さん24ゴールを決めてんの。あの塩だった横浜 FC はどこに行ったの。で残りですね、何節かというと11節だけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、今日終わらせます。栃木の行く末を皆さん見てください。ベンチ外です。わかりました。あ、今日のユニフォーム、こちら、チェルシーのジャンフランコ、ゾラ、ジャンフランコゾラになります。栃木のロペは今日、そういう動画です。勝ってる栃木。熊本戦、はい、スタメンです。トップ下かな、トップ下ですね。絶対勝つぞ。よし。で前回ロペス奇跡的にゴールしたじゃないですか。教習所代金払いました、一括で。ゴールボーナスによって、でなんとこの試合の次の日から教習所デビューです。スライディング、何が待ち受けているのか教習所で、皆さん今後期待です。うまいよ。 J1 でさ活躍できるさ、ポテンシャル持った人間は車の免許なんか余裕で取れる、取れるだろ。女子大生とかもいるわけでしょ教習所にも。童貞のロペスはこの教習生活で何をしてんの。恋人を捕まえるんだ。まだコースを探しています。惜しい、蹴り萌え戻りかけてたんですけど、いいところ、縦一本、さあ抜けてきました、ね、いやー手前、いけいけ、さあいいボールが出た、ワンタップした、ディフェンス守った、オッケー、終わりよ、タイズ終わり。いや、いけるいける、攻めてるって栃木が。え、マジ栃木 J1 に導いたら伝説だろ、やろうぜってロペが。後半スタートチェック、このボール、おー、どうだ、いや惜しいんだよな。ここで、ロペスまだ残ってます。体力ゼロっぽいけど、え、ロペス体力ある、ロペス選手を入れ替えます。ないやないやちょっと待ってください。両チームともにここでメンバー交代するようです、まあ、いやこっから1点取る未来あんま思い浮かばないけど、頼む、なんとかやってくれ。北澤さん、本日の対戦いかがでしたか。塩だったな。はい、いや本当に頼む、仙台負けててくれ。ボディバランス69、仙台は勝って大宮が引き分けかなんかした。ディビジョン1昇格に向けて、はい、え、しかも1位やん。
新潟1位やん。ロペスはベンチスタートです。頼みます先輩たち、なんとか私はベンチから声を出します。ポテチ食います。いやパワーの源なんです、ロペの。これがロペの食事療法。まずいだろう。いやちょっと厳しいな。最低限引き分けだ。センターフォワード、オッケー、わかりました。最低限引き分けだよ。いいよ。どうする。クロスへ打った。頭で流し込む。ガッ。前線に誰がいるのか。さあ固まっている。ちなみに教習所行きまして、なんといました、ロペスのタイプの女の子。すごく可愛い子がいたんですよ。その子にチケットを渡して見に来てもらう、そういうのやろうよ、ロペスも。あの子に胸張ってさ、胸張って試合に来てもらえるような活躍しようよ。アルビレックス、クロスから頭で合わせる。試合終了の笛が鳴りました。これまずくないか。そのままスコアは動かず終わったわけなんですが、終わったか、夢。いや仙台との勝ち点差6まで広がっちゃってるよ。まあ、スターメンです、岡山戦。さあキックオフ、トチ早いリスタート、チェックに行きます。そのまま行った。いやいいよ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 、いい、グイグイ行こう、グイ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 といえば、ロペスチケットを渡そうと思って持って行ったんです、教習所に。あの気になるあの子にね、季節のチケットを渡そうと思って、で、まだ来ないな、今日来ないのかな、わんらわんらわんらってしてたら、なんか変な女に、もしかして筆巻ロペス選手ですかって言われて、はぁと思って、違いますって言ってやりました。俺はあの子しか興味ねえ、話しかけてくんな。でなんとかですね、無事気になるあの子にはチケットを渡せましたんで、次節あの子来る可能性あります。ちなみにですね、最初の学科の授業で寝てハンコもらえませんでした。どうも筆巻です。前半は塩でした。ありがとうございます。で、こんなんじゃ昇格できないよ。後半スタート、パスを選択、おっと狙ってきた、惜しい。右からのコーナーキックにあるよね、ある、起動してる。ロペスチェック、チェック、はい、ボールが当たって、いやーね、まっすぐヒュートフェイント出ろよ。一番良かったでしょう。ここで終了の笛が鳴りました。両チームとも攻めきれませんでしたね。いや5本打ってんだけどな。実力的に互角であったということでしょうね。天皇杯あんの、ベンチ外かい、鹿島かい、出させろ。鹿島に勝ってる。勝つので、この愛媛戦にですね、気になるあの子来ますんで、絶対に活躍してください。ロペス、ロペスはトップ下です。は、あ、まいちゃん、そうそう、あそこの、あの辺の席応援してね。え、指揮所見バレ、バレたら違いますって言ったのに、あいつも来たのかよ。パスをカットです。何をしてんの、ね、何をしてんの、オッケー。舞ちゃんも見てんだよ、あのイケスカレ女も来てるけど、舞ちゃんにこの活躍を、頑張れ、ブレイ。あー、こんなんじゃダメだよ、やるよ、もっと。さあ後半アプローチ、稲葉、え、何をしてんの、もう味方のパスずっと。
ングで押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコース読み切って動いた方がいいですよね。もう後半一言も喋ってないぐらい何もない。何これ、来てんだって。舞ちゃんが試合終了の笛が鳴りました。クソ塩ゲームが戻ってきたな。さて北澤さん、本日の対戦いか。舞ちゃんありがとう、またぜひ来てね。ベンチ勝ってんじゃん。え、回転差 4-4-4-4-4-4! え、てか、その、ロペスがベンチ外の時勝つシステム何？ロペスいらない？トップ下。いや、いる。ロペスはいる。しゃ！さあ、笛。前線へ。アプローチする。惜しい！トラップビヨーン！さあ、戻して。チェック。これはファール。いや、ないだろう、ファール。上げてくるか。ここで奪い合う。さあ、シュート。やばいってー。さて、画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。まずいって、昇格がどんどん遠ざかって、どうしたの栃木。チェック、一瞬中を見た。いいボールを放り込んだ。頼む。さあ、オフサイドはない。えシュート。大久保、ここで前半戦が。マジで点決めないじゃん。キックオフです。おっと、センターフォワード松田。さあ、ここで動いた。さあ、前で味方が待っています。そのままシュート。もうほんとそのままいきそうな感じ。なんで。ここで笛です。これは夢ついえたんちゃいますか。そしてそのままスコア7に広がった。終わった。これはもう終わりや。ロペスはベストイレブン選ばれてんのに3位よ。あと4節か。4節で7はきっちい。でまだ諦めちゃいけない。まだ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 上が来た。さあ、動きが速くなる。いい形でボールが来ましたね。なんで奪うの味方のボール。ボール前うまく合わせたいですね。やばいな。終わりしな、終わりしな。怖いよ。このチャンスどうだ。危ない。かろうじてクリアしました。あ、後半キックオフです。いやー、試合終了。栃木、今日の試合内容ここで振り返ってみましょう。1点も取ってなくない。今日15分1点も取って、ベンチ外。残り3節で8。もう終わりや。もう終わりや。教習所も全然行けてないし。栃木の夢過ぎました。トップ下、せめて天皇杯はさ、タイトル取ろう。鹿島に勝ってるわけです。さあ、これを中へ入れてくる。え？ここで延長戦終了。PK 戦なんですけど。え、なんで J1 の神戸にはいい勝負してんの？さあ、まあ、ロペスは当の昔に交代させられてます。え？ありがとうございました。
さて北澤さん、何もなしか。結果になりました。タイトル残り2節です。セレッソと横浜 FC、 せめて1点くらい決めようと。1点も決めてないんだから。ロペスがとかじゃない、栃木が。まだダッシュダッシュダッシュ。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっています。打たせろ。絶好の得点機。あっと PK か。PK です。 PK PK ペナルティーキックを。はい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 、やってしまいますね。はい PK じゃないけど、はい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 、 PK蹴らして、ロペスに蹴らして、ピーゲー蹴らして、ロペスに蹴らして、ピーゲーロペス。ここでまた選手交代を行います。離れていく選手もいるかもしれませんね。そうかもしれませんね。コーナー、あっとここで終了の上です。それでは試合の情報を振り返ってみましょう。トチは惜しくも4位でした。MVP 的さん、得点を矢野さん、アシストを小暮さん、天皇杯は浦和レッズ、浦和レッズ強え。ポンテ田中すごいな。浦和選手が引退、ベッカム、大岩さんもだ、デルピエロ、ギグス、え、パレルモ、キャンベル、ネドベド、フィーゴ、ピレス。すごい。すごい方たちが。アサリさんもだ。引退してしまいました。川崎と神戸とミトホーリーホックが降格。次回交渉会です。